元保5年ルールっていうのは、暴力団を抜けて、一般企業で真面目に働いたり、個人事業主や経営者として活動していたとしても、暴力団を抜けて5年経過してない場合はですね、そうした反社会的勢力とみなされてしまうというのを、元保5年ルールって言うんですよね。この元保5年ルールに即して、ちょっと森山大臣の問題を述べたいと思うんですけれど、で、岸田総理はですね、森山大臣は過去の関係はともかく、現時点では当該団体と一切関係ないことを前提に、今頑張ってもらいたいというようなことを述べてるんですよね。で、過去の関係はともかくっていう、その言葉、今の元保5年ルールから分かるように、過去を問題とせざるを得ないっていうのが、実態として日本社会にはあると思うんです。